言霊の力であなたの人生を変えるコーチ山野です。今回は短めにお話ししていきますね。テーマは高い壁に悩む必要はないです。まあ、人生の中で高い壁に突き当たることがありますよね。まあ、仕事、人間関係、あるいは勉強していること。まあ、例えば、 うん、パソコンのツールの使い方とか細かいことを言えばそういうこともあるかもしれないですね。だけど、そういう時にですね結構、人ってやりがちなのがもう悩んじゃって落ち込んじゃって投げ出しちゃってで自己否定しちゃうというこういうことをまあやったりする場合があるんですよね。だけどこれってすごくもったいないんですよ。なぜならばその壁は幻想だからなんですね。あのというのも それを壁だと思っているのはその時の判断で壁だと思っているだけであってまた時期を経て見れば全然壁でも何でもなくなってしまうわけなんですよ。というのも人って本来完璧なわけなんですよ、すべてを持っているんですね。たたただまあ人間っっっててそんんななに意識レベルが高くいででみら曇 もう物事を見てるんですね、まあ、だから本来完璧なんですけどその完璧な能力はなかなか発揮できないっていう感じなんですよ。まあ、例えばですよ,よく言われることとして、まあ、人間の脳はほんの少ししか使われてないみたいなことがよく言われてますよねもう9割以上は使ってないみたいなだからそんなような感じなんですよ。まあ、それは脳に限らず意識レベルでもそうなんですね人間って本来なら完璧なんですけど、まあ、曇った眼鏡しか持ってないんでなかなかんタイミングによってはその物事が ありのままに見えないってことがあるんですよね。で、ここで投げ出しちゃうともう意識レベルが変わっていかないんで、もう壁は壁のままなんですけど、だけど投げ出さずにまあ、乗り越えられるよ。っていう風に自分を信じてまあ、突き進んでいけば、いつか絶対乗り越えられるんですね。まあ、まあ、例えばですよ。まあ。 2人の男がが描かれたた絵があったとしましまょうで。それを見たときに、どう考えたって2人の男が描かれた絵にしか見えないですよね、だけど時期を経て見たら、実はそれがトリックアートで、杯、まあの絵だってことが後で分かったりするわけですよ。見るタイミングによって、なんか見方って変わってきますよね。 まあ、あるいは漫画とか芸能人とかそういったものもなんとなく先入観で嫌いなんだけど深く入ってみるとすごく好きになったとかそういうことってよくあるじゃないですかだから見方って変わるんですよでそれと同じことで壁っていうのも今壁だと思ってるだけであってそれは後々全然壁でも何でもなくなるわけですからまあ諦めずに前を向いていきましょうっていうことですよね今回は以上ですあなたが進化するメルマガやってます詳しくは概要欄から